チャンネル。こんにちは。そこということでね、まあ、皆さんもご存知かもと思いますけども、ロッテと中日でトレード。ロッテはね、2日連続のトレードということでですね、ロッテ、加藤翔平外野手30歳と、中日、加藤拓磨捕手29歳の交換トレードが成立したと、公式発表がありましてですね、まあね、ロッテも今、まあ今日まだ西武がね、試合してないんであれですけども、昨日西武が勝って、通り、ゲーム差なしの4位というところでね、ちょっと後がない状況ですし、まあね、今年、優勝するためにも、っていうところでね、で、井口監督も、4年目ですか、もうそろそろ結果が欲しいというところでね、まあこの時点での、チームの、マイナスを補うというところでね、このトレード、まあね、毎回言いますけども、トレードはポジティブというところでね、その加藤と、加藤だよ。両方加藤。昨日はね、国吉有吉、勇気のトレードでね、今日も加藤、たくまと翔平のトレードっていうところで、もっと早く出したかったんですけどね、今日はですね、ロッテ本社の方でですね、ちょっと講演がありまして、リモートのですけどね、そちらをやってましたんで、今っていうところにね、なりましたけども、今回のね、トレード、まあ加藤翔平はね、正直もう数年前からね、トレード候補には上がってたと思うんですけども、まあ正直もっとね、早くトレードで出してあげてもよかったかなっていうところはありますけどもね、まあ今の現状ね、ロッテで、まあ、たまに1軍ね、試合出たり出なかったり、まあ2軍では今年ね、3割8分ぐらい打ってて、結構ね、もう2軍では無敵っていう状況でしたけども、まあ1軍上がってきて2割ちょいぐらいの打撃、まあパンチ力もあってね、足も速い、肩も強い、身体能力はね、抜群っていうところですけども、なかなかね、一軍に来たら、リーグではね、ロッテで言うと、なかなか掴みきれない。まあ今で言うとね、荻野。で、まあセンターがね、藤原があんまり良くなくてね。で、そこでまあどうなっていくのかっていうね。で、角中もいて。で、まあ DH をね、角中をレフトで使えば DH さらに使えるっていうところで、多分そういうね、もう角中を守らすっていう戦略を取ると、角中荻野ね、マーティンっていうところになるんで、なかなかね。で、途中から出ていく選手でね、外野は和田。そして、岡っていうね、ところがあるんで、で、まあ、二軍には高部もいて、藤原もいてっていうね、まあ、正直、トレードね、出し時っていうね、まあ、もうちょっと早かったもよかったなっていうところもありますけど、出し時っていうところもあるんで、加藤にとってはね、非常に、素晴らしくいいトレードだったんじゃないのかなと。まあ、今回のトレードはね、どっちが話を持っていったかどうか、わかんないですけども、まあ、加藤もね、まあ、今、中日もですね、正直外野がね、ちょっとかなり苦しい状況にあるっていうところでね、交流戦最終戦、13日の、試合ではね、もうセンターの大島はね、まあ不動として、この時はライト福留、で、レフトはね、高松っていうところにもなってましたし、で、まあ控えがね、まあ福田、で、根尾、で、まあ医療、滝野、武田とね、まあなかなかね、この、これっていうね、外野手が、まあ平田もね、ちょっとパッとしないっていうところでね。まあ、やっぱ中日はね、ココイチの、やっぱ一本っていうところが足りないね。で、まあ足も使いたいっていうところで加藤としてはいいしね。で、セリーゴはね、やっぱピッチャー打席立つんで、代打もいるっていうことを考えれば、非常にね、加藤としては、かなりいいトレードだったんじゃないのかなと。まあ、ここからね、ロッテでなかなかね、チャンスがないんであればね、このドラゴンズに行って、まあ、結局ね、最後は本人がね、やっぱ結果を出さなきゃいけないっていうところでね、一番の問題点になりますけども、まあ、加藤としてはね、やっぱこの、加藤、翔平の方ね、翔平の方としては、やっぱこのトレードっていうのは、非常に、ポジティブに良かったと思いますしね。ドラゴンズね。まあドラゴンズも今ね、もう A クラスに入るかどうかのね、瀬戸際のとこっていうところもあって、ちょっとね、内野陣はね、ほぼほぼ溜まってきてますけど、外野がね、ちょっとなかなか弱いっていうね、ところでこの加藤、非常に素晴らしかったんじゃないのかなと、思います。続いてね、加藤拓磨、キャッチャーね、ロッテにトレードっていうところで、やっぱロッテはね、この田村が故障して、今日ニュースによるとね、2軍の試合に出場しているっていうところもあるんで、まあ近々ね、一軍に、復帰すると思うんですけども、まあこの田村不在の中ね、まあ佐藤俊也がね、まあ期待値はあるんだけども、やっぱりちょっとスローイングが安定しない、ブロッキングが安定しない、キャッチングが安定しないっていうところで、まあなかなかね、で、柿沼がまあコロナ濃厚接触者で休んでて、まあ復帰しましたけども、
まあちょっとポテンシャルとしてはなかなかいいところが見せれてない。で、江村、で、吉田、宗次っていうところで、まあ全体的にちょっとね、この、こうやってね、行く選手がなかなかいないっていうところで、まあね、盗塁の企画数もされても多い、盗塁もなかなかさせてないっていうところで、この加藤バズカですか、まあ、あのね、強肩は本当にすごいんで、まあそういったところで、この守備力、まあ打撃はね、ちょっとこの光るものはまだ全然見せてませんけども、この肩っていうところで今のチームの欠点を補おうと、したトレーだと思いますし、まあ加藤としてもね、今ドラゴンズにいてもね、木下、で、カツラがね、出てて、で、アリエル・マルティエス、で、若手の軍事、石橋っていうところが、まあ、いるんで、まあ、ちょっとね、チャンスもなかなかなくなってきてるんで、このままね、ドラゴンズにいても、もうちょっとね、クビになるのを待つだけっていう状況にね、なりかねない。もしくは誰かが怪我するのを待つだけっていう状況になりかねない中で、この加藤拓磨としても、やっぱりこのロッテのトレードっていうのは、本人にとってはかなり大きな、トレードだと思うんで、まあ、結局ね、さっき加藤翔平の時と一緒ですけども、まあ、ロッテに来てね、そのキャッチャーとしていいところを見せればね、ここで生き残りをかけれますし、非常にいい、このね、両者、非常にこのマイナス点を補う上では非常にいいトレードだったんじゃないのかなと思います。ただですね、ここで気になるのが、まあ、ロッテで言うとね、あの、目先の利益として多分加藤を取ってなんとか補いたいっていうね、ところはあると思うんですけども、まあ、吉田、もうね、そうだったんですけど、吉田もね、入った時が一番うまかった。1年目が一番うまくて、どんどん下手くそになっていってんだよね。ちょっと表現悪いけども。で、その、佐藤俊也も、やっぱそうならないようにしなきゃいけないよね。結果的に、佐藤俊也に、やっぱ打てる星としての、しっかりとしたものを、キャッチャーのレギュラーとして、やっぱ育てていかなきゃいけないっていうことを考えたら、まあ、目先の利益として、加藤拓磨を取って、なんとか整備したいっていう気持ちはわからなくもないけども、この技術的な指導を諦めて、こっからどんどん落ちていったり、もしくは外野にコンバートしたら、まあ、加藤翔平と、結構、で、同じような感じになってくるんだよね。外野には藤原っていうね、これから伸びていかなきゃいけないっていうところもあるしね。そういったことを考えれば、もう一回このチームの基礎っていうところに立ち返って、やっぱキャッチャーのバッテリーコーチを含めたキャッチャー陣としては、やっぱこのね、佐藤俊也を今できないことをしっかりやらして、技術の向上に向けていかないと、未来的に苦しくなるよね。そういった面でも、トレードでね、目先の利益として、なんとか今改善っていうのは非常にいいトレードだったとは思いますけれども、未来のことを考えると、今できないことをしっかり取り組んで、目先の利益だけじゃなくて、チームとしての将来性も考えて、できないことを佐藤としての守備、あとは、かけるまのバッティング、などなど含めて、そういったところをもう一回ね、改善していくっていうところも考えていかないと。ただね、目先の利益だけで飛んでも未来的にはね、ちょっと明るくなんないんじゃないのかなというところもあるんで、そこら辺のね、技術的指導っていうところも非常に重んじて、やってもらいたいなと、OB としては、思います。まあでもね、お互いにとっては非常に、ポジティブな、トレードでしたし、いい形になると思うんで、まあ、ひょっとしたらね、週末ぐらいから、一軍でっていうところもね、見れるかもわかんないですし、非常に楽しみですね。だから加藤翔平もね、本当にポテンシャルは一流だと思うんでね、ドラゴンズの外野をね、かき回して、ね、レギュラーとしてのポジションを奪ってですね、まあ、スイッチヒッターとしてね、非常に、使いどころはね、あると思うんで、頑張ってもらいたいと思いますし、まあ、加藤拓磨もね、ロッテに来て、出番っていうところはね、必ず出ると思うんで、ボチパイのね、強肩を活かしながらね、バッティングでもね、いいものを見せて、ぜひね、チームの勝利に貢献できるように頑張ってもらいたいですよね。さあ、ということでですね、このね、二人のトレード、まあ、二日連続っていうね、まあ、これちょっとね、びっくりしましたね、トレードになりましたけども、今後ね、どんどん球界でね、動いていく可能性ありますし、今年はね、楽天日本ハムでのね、トレード池田ね、横とかもありましたし、まあ、このね、トレードが活性化されてね、いいところを見つければと思いますし、まあ、この前後のトレードで言えば、やっぱりロッテはね、多分キャッチャー探してたと思うんだよね、俺は比較的ね。で、キャッチャーを探してる中で、加藤っていうね、加藤拓磨っていうところに行き着いて、で、ドラゴンズも、やっぱ外野がいないっていうところで、加藤翔平っていう、このね、両者の思惑が一致したっていうところがね、このトレードに行き着いた結果なんじゃないのかなと。でもね、最後に言います。トレードはポジティブ!ね、っていうところで必要とされてね、行くわけですから、本人たちのね、ファンの皆さんも引き続きね、応援してあげてもらいたいと思いますし、新天地に行くね、選手たちを、そのね、チームのファンはしっかりね、応援して、今後のね、チームのプラスになってね、お互いのチームの利益になるようにね、頑張ってもらいたいと思います。ということで本日、ロッテ、加藤翔平、中日、
加藤拓磨トレードについて佐々木チャンネル速報でお送りしました。今日の夜も動画もう一つ出るので、ぜひそちらもご覧ください。